お帰りなさいですね。ただいまと言いますか、もうねほっとしてます。はい、ありがとうございます。いや本当今シーズンはこんなシーズンになると思ってなかったですよね。いやー夢にも思ってなかったですし、まあ調子も悪くないのに、まあ歯車が噛み合わないで、やることやってきてるのになかなか結果に結びつかない、非常にこうここまでね難しいレースをやってきて、で茂木でねやっとこうその思いが報われるかなと思ってたんですけども、やっぱ最終的に足元を救われちゃって、本当ただただ純粋にねもう今回はもう勝ちだけを狙っていると言いますか、もう勝つ喜びを再確認した地元レースになったかなと思ってます。はい、まあとはいってもね、その事前テストから、まあ、レースウィーク入っても天気とかいろいろあったんですけど、まあ、その中で掴んだ勝利という感じですかね。まあ、そこが非常に自分自身にも自信につながったといいますか、まあ、やるべきことをしっかりやっていればこうやって結果がついてくるというのはまた再確認できましたし、まあ、チームと今までやってきたこともやっぱりこう方向性も間違ってなかった、やっぱこうやって結果でしか、ね、こう表現できないんで、やっぱ今後も、ね、まあ、次は後半戦になっていきますけども、まだまだ諦めずに、ね、一戦一戦優勝だけを狙って、まあ、チーム一丸となって、まあここ本当地元でね勝てたっていうことは、まあ地元の皆さんの応援も大きかったですし、まあそれを力に変えてねこうやって結果でね恩返しができたんでね非常に良かったかなと思います。はい、昨日の予選も一発目でアタックちょっとできない状態で、それでピット入ってアタックできる状態にして出ていったらもう土砂降りでアタックできず、まさかに自分でもちょっと予想にしなかったんですけど11位で、すごい苦しい展開に自分で追い込んでしまったんですけど、朝降り雨の状況で走っても、まあ、それはちゃんとセットアップした状態で出たらトップに近いタイムで走れたんで、まあ、これは雨でもドライでもどっちでもいけるなっていう自信を持ってこう決勝挑んだんですけど、決勝もすごいなんか不規則なレースになってしまってすごい難しかったんですけど、スタートした直後にちょっと山口選手がちょっとトラブル出たみたいで、そこにこう自分も当たってしまって一緒にこうスローダウンしてしまって、最初10何位にこう落ちてしまったんですけど、まあちょっと流れをこう最後まで掴むことできずに、まあ走ってしまうことになりました。はい、3台の3位争いを制して、はい、今季2度目の表彰台ですね。はい、そうですね、2度目は3位じゃ喜べないですけどね。はい、まあ、でもまあ今回もねなかなか難しいレースウィークだったと思うんですけど、その中で掴んだ3位、後半につながっていくサインになったんですか。まあでもね、3位は3位で表彰台登れたことは嬉しいんですけど、やっぱり上位の脱落もあって七夕の感がある3位なので、まあ、素直には喜びきれないですし、トップと差があるっていうのは、まあ、現状やっぱりねそれは認めなきゃいけないので、まあ、これから8体そして後半戦と続いていく中でその差を詰めていって、もう自分の力で3位をもぎ取れるように、そして、まあ、3位をもぎ取っても仕方ないですけどね、やっぱ勝つためにレースやってるので勝てるところまで、まあ、僕自身もそうですし、見つめ直さないといけないなとは思ってます。